はい、というわけでハルパパでございます。今日もね、こういう声でやっていこうと思うんですけども、今日なんですけれども、今日はね、東京グール、ちょっとくる車見えない、これなんだこれ、見えない見えて見えない、この後ろの車、東京グールの新しいね、コラボ車なんですけども、こちらをアップグレードしていこうと思います。いやー、ついにこの時が来たか。いや、もうチケット7枚貯めててさ、次でかいコラボ来たら、行っちゃおうと。行っちゃおうとね、思ってたわけですよ。あー、びっくりした。なんか、ないのかと思ったわ。これですね、東京グール、半額じゃっていうらしいですね。学者。学者らしいぞ。学者じゃないですよね。まあ、なんかどうでもいい。じゃあ、早速開けていきましょうか。最終形態。まあ、今ね、チケット7枚あるんで、まあ、多分いけるとは思うんですけども、1枚でこれ何が変わるのかはさっぱりわからない。なんか職種が増える感じかな。いきます、ボン。ヘイカモンベイビー。はい、イエーイ、来ましたね。いやー、なんか最終車の最終形態って久しぶりだな。かっこいいけど、これがはい、どこがどうだったのかはちょっとわかんないです。ちょっと待って、多分次もね、まだあるよね。2号だよ。まだ次も、あるのかな？あるよね、あるよね。うん。で、これどう変わったのかわかんないから、一旦ちょっと戻りましょう。一旦戻りつつ、車を見させていただいて、あ、これがね、2個目ですね。これどう違うの？頭にさ、サソリのあれ出ましたね。で、ちょっと足みたいのが出たのかな、これ。この足回りに、まあ、触手ついたよね。もともとは、足回りの触手はなかったんだ。あ、これでもこうやって比べるとだいぶ違いますね。さあ、3枚目。いっちゃおうぜ、これ。これ何枚？うわ、2枚か、だる。あー、そしてなんかそういう、なんかパワーアップのなんかないんだ。バットモービル時みたいな。木とかさ、ブーストとかそういうのないんだ。なんかありそうなデザインではあるけどね。はい、いきます。ポン。いや、もったいねー。もうこれ3枚使いましたね。うぃー！飛ばしちゃったなんか。なんだか飛ばしちゃった。あー、いいっすね。これで3枚。これで最終かな？最終であった。って欲しいという願い。何もなんか付属のやつつかないんだったら最終であれ。頼む、来んなよ、来んなよ。ああ、うわ、えぐ。なんもうぐちゃぐちゃやな、これ。これが3枚か。まだあんの4、5ぐらいまでありそうじゃない？これ特に何もつかないんだ。これいっちゃうか、これ。うわ、もったいね。俺7枚あるから、残り残1になる感じですよね。はい。たあ、なんかちょっと後悔。いや、後悔してないはずなんだけど、なんか後悔がちょっと、大丈夫か俺。後悔してる気がするっていう。まあでもね、せっかく12万円かけましたからね、これね。使用する。あれみたいですね。鍵ランク。これがね、今ね、一番強いやつですね。永遠があって、ジープがあって、豪華限定版の、あ、豪華限定版終わって、スイカーより下なんだね。もう、はいはいはい、村幕超えましたね。ありがとうございます。これちょっとパッと置きましょうか。パッとね。パッとサイデリアと。村幕は超えましたね。これとりあえずね、この、鍵ランクって、村幕がね、一つの指針になってるので、よかった、超えて。で、エレンも超えてるね。ちょっと性能もね、検証もの込みでね、行きたいと思います。いいね。なんか、ゴージャスやな、俺の。なんかでもこれさ、金持ち感出ちゃうから、この、なんかあれ嫌いなんだよな、テーマ。このテーマ嫌いなんだよな。なんか、成金感がすごいんで、やっぱね。よっしゃ。で、これで、こうか。いや、完璧や。完璧な、もう、フルコンした人みたいになってるから。これちゃんとついてるよね、最終形態。乗り物最終形態装備してないやん。危な。で、設定展示、全部展示にして、OK！ 乗りに行こうか。嵐のハットですね。よいしょー！おー、これか。めっちゃかっこいいな。なんかそんでさ、ツイッターでさ、なんかちょっと見たんだけど、今回のこの東京グールのさ、この新車、一段階っていうか、進化させてない状態だと、なんか121キロまでなんだ。でも進化させると、まあ、一個でも進化させると、128キロまで出る。128って過去最高速だっけ？まだあったっけ？めっちゃ速い。めっちゃ速いんだけど。加速もいいし、しかもその、ポン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 跳ねないんですよ。結構車重があるので。いや、割と相当強いと思うよ。さあ、というわけでやっていきましょう。とりあえずね、車に乗りたいんだが、どうしようかな。まあ、カーベックか。で、さっきね、調べたんだけど、ちなみに鍵ランクが最終形態で村幕より上なんだけど、第3形態で折幕より上になるんですよ。なので、まあ、ゲリラに使うなら、第3形態からじゃないと使えないのかな。結局、1枚2枚のチケット3枚ぐらいないと、ちょっと厳しいかなと思いますね。まあ、相当ハードルは高いですね、だから。まあ、通常で使う分であれば、1段階だけ進化させていただくと、速度がね、すごい速くなるので。128で、あの加速力、多分、相当速い。てか、性能だけで言ったら多分トップじゃないかなと思いますね。まあ、あとはね、斜面への吸い付きとかそういうのあるから、まあ、それはね、まあ、実数値で笑わせない、そういうなんか、プライスレスな部分があると思うんですけど、まあ、ただ相当強いのは間違いないですね。多分、歴代の車の1位、2位を争う性能だと思います。バットモービルに関してはもう、木とかさ、ニトロとか使えるから、結構ゲリラで禁止になってるとこ多いんですよね。なので、あれはちょっと参考を外出させてもらって、普通の性能だけで言うと、永遠か、今回の、
これが多分ダントツで強いかなと思いますね。向こう入ったね。じゃあやりに行こうか。これ外から刺せる。これヘイヘイ。あちめっちゃミスった。どこだ。来た来た。ういーワンパーン。んちょっと待って。えどういうこと。あそういうこと。いや話が早いわ。それだったらボッティールームね。これねボッティールームか。もう早くさ先に行ってくださいよそれを。まあボッティールームってことだったら、まあ、別にそんなに漁る必要もないから、ボットがねもう物資を運んできてくれるんで。いや違う、物資を運んできてくれるんじゃない、ボットが幸せを運んできてくれるんです。バンバスかだるいなこれ。どこで取ろうかな。北側行くか。ん？いちいち戻んのめんどくさいっていう。いたいたいた。はい、こんにちは。よし、じゃあ行きましょう。とりあえず今回車を探さないとね、お話にならないので、車を探しに行きたいと思います。でもなんかちょっとさ、今回の車、バットモービルに見た目ちょっと似てるやん。だからさ、なんかワンチャンなんかつくのかなと思ったんだけどさ、なんもつかなかったね。いや、2段階目にアップした段階でも、マックススピードが7キロぐらい変わんのかな。なので、うん、まあその辺はね、まあいいかなと思うんですけどね。最高速に関しては、おっと、なんかいらっしゃるね。これ、竹ちゃんもケチャーマンいらっしゃるよまあいいや。最高速に関しては多分トップじゃないかね。探検家とかって128ぐらい出んのかな。でもあれ加速が悪いじゃんあれって。その辺でね圧倒的にスピードって考えると東京グールが強いのかなと思いますよね。車がないな。あったあったあった。目の前ありましたね。おいー、やっぱりかっこいいわ。これホイールからエフェクトも出てるしさ。いやかっこいい。このさ後ろのさタイヤのところからさ触手が出てんじゃん。これによって車のなんかごつさを増してるというかさ。ハンドリングも悪くないし、加速、最高速、どれを取っても悪くないんですよね。さらに、あと、あれか、あの、斜面への吸い付き、それも、普通の車より、機関とか普通の車よりは、全然ポン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 跳ねないですね。いや、最初さ、チケット6枚かかるって、あ、物資開いてるやん。行きましょうか。チケット6枚かかるって聞いて、どうしようかなと思ったんだけど、お、これちょっとサムネ取っとくか、これ。絵力がやっぱ必要ですかね、サムネのね。あ、サイズ感はノーマルとあんま変わんないね。ってことは、これベランダハウス、あの、入んのかな？あの、階段のところでグーって乗っけるやつ。ちょっと後でやってみましょうか。かっこいい。なんか2台並ぶとさ子供の靴みたいじゃない、なんか俊足子供用の靴みたいじゃない、なんかスニーカー。まあ、いやもう絵力取れたところで行きましょうか。よいしょ。どこのベランダハウス行こうかな。あの水溝の北側のところのちっちゃい町のところ行こうか。おー山道強ー、いいね。うん強い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 、まあ、もうちょっと山道走ってみましょうか。ここはおー転ばない転ばない。いやそこそこ吸い付きいいっすよこれ。うん跳ねない、まあ、永遠ほどではないですよもちろん。永遠の特殊能力のあの吸い付きはやばいんだけど、だがしかしこの車もだいぶ普通にこけないっすね。どこ、うん、これ人でしょこれ。車があるからね。はい強い。加速もそうなんだけど最高速が128なんで、やっぱその辺でね敵が逃げ切れないんですよね。そういうとこありますよね。意外に早く近づいてきたぞみたいな思ったより早く目の前来たぞみたいなね。ちょっとベランダハウス行こうか。ん？なんかいっぱい、なんかいっぱいで湧いてくんだ、なんか知んないけど。これで終わりかな。ん？おおおお、ちょっと待って、これもボット？最近のボットってなんか走り込んでくんの怖っ。よし行きましょう。とりあえず水溝のね北側のね、なんだっけ、ベランダハウスちょっと行こうと思います。おー、ちょ、車だ。これガチやな、これ。ちょっと待って、一回ベランダハウス行かして。一回ベランダハウスちょっと入らせていただいて。はい。で、こっからちょっとあいつやりましょう。このモンスターがさ、ゲリラとかでよくやる、この階段のところに車を乗す、あ、いましたね。ぶち抜こうぜ、あれ。おおほほほほ。いやー、気持ちいいわ。入るかな、これ。あのね、進撃の巨人のエレンっていう車はめちゃくちゃ強いんだ、あれも。性能的にはね。まあ、トップなんですよ、性能は。おー入りましたね。ただエレンはねここ入んないんだよね。この車入りましたね。いやこれ性能トップ交代じゃない、これ最強。こういう面とかも含めるとやっぱ最強なんじゃないかなと思いますね。これか永遠どっちかだと思いますよ今。ん？これボットでしょ。これこんにちは。まあ行きましょうか。まあ、入るってことが分かればね十分なんでね。行きましょう。あらかたやることは終わっちゃったんだよな。まあとりあえず勝つか。勝って終わるか。山道いいね。斜面の起伏に対してさ跳ねないってやっぱ強いよね。それだけで。いやこれ強いよマジで。
ほら全然こける要素ゼロ。車体がね結構重たい感じなんですよ。だからねなんかポーンと浮かないんですよね。うん、なんか寝てる。こんなところ寝ちゃダメですよ。はい、うん、これ人間だなお疲れさん。何これ、バイク、車、やだな。もうちょっと遊びたいんだ俺。車があそこにあるってことはこれ人、人だねこれね。あ、違う、これ明らか人ではないな。あ、車がなんか来てる。あ、撃ってきてんな、だる。これエンジン音かっこいいよね、乗り込む時のエンジン音、バシャ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 ってかっこよくない？ん？なんか来たな。おい、ジープのくせに勝てると思ってんのか俺によ。ん？どこだ。いや一番見えない。あ、いたいたいた。あぶね、ジャンプの意味ジャンプ打ちのジャンプの意味ね。着地してから倒しきるっていうね。ジャンプ中にダメージ与えてないでしょ今ね。ヘッドライン外すって意味ではいいのかね。うん、まあいいや、もう OK としよう。ん？人じゃね？あそこいない？あ、あ、いる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 。突っ込めー、よいしょ。今のさ、今の体の曲がり方ちょっとかわいそうだったなだからこの車普通の車より最高速出るからまだ間に合うかなと思って逃げたらなんか引かれちゃうんですよね。意外に早く届いちゃうというか、そのさ、ハンドリングがそんな強くないから木裏の敵とかうんぬんかんぬんとか言うけど、結局やっぱ最高速は速いってだけで、そこの敵の視点からのなんかその誤差っていうのが生まれるわけなんですよね。それがねやっぱり結局なんか強いっていうね。出てこいよ俺、ジージー。ちょっと、あ、パンクしたやん。生きった生きった俺。待って、なんとか逃げさせて。俺が悪かったよ、悪かったよ。一回さ、ちょっとどうしよう、一回ここ止めさせていただいて、アンチ、とりあえずアンチに行くことが重要ですから。あー怖い。ん？なにこれ、ボッティ、ボッティ、ヘイボッティ。ん？あぶね、人じゃねえかよこれ。あぶね、おい、ちょっと待って、あぶねえ、これ隠れてんじゃん。ちょっと一回、一回ちょっと車、これは新車に乗り換えまーす。ちょっとこのね、車に乗り込む時の音を聞いてほしいんですよ、エンジン音。特殊なんですよね、これ。でしょ？バシュ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 ーみたいな。バシュ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 ー、かっこよくない？おならみたいな音するんでしょ？かっこよ。おならかっこよ。いやー、でも久しぶりのコラボ車最終形態だな。うえー、チケット6枚分の活躍してもらいたいわ、これ。車。ん？どう？この音。音聞いて。こいじゃん、バシャシャしつけ、ん？いたな、バシャって。あ、こいつか、さっきからバチバチ言ってくんの。ほんとあれ若さだな、若さゆえのああいうなんか暴力的な行動、ま、聞けないと。うん、ありがとうございました。いや撃ってくるね、撃ってくるね。ここちょっとさ、斜面で車線切れ、全く持って切れないね。あいつやれる、頭当たる、逃したやん。出てこい、出てこい。あ、もう死んだ、あれ死んだ、あと一人どこ、え、あの奥、え、死んじゃうよ、出てこない、死んじゃうよ、早くしないと。え、どこいんの、あとどこ行った、どこ行った、あれ、おお、立ってる、どうした、この人どうした。はい、俺に任せとけ、ハルパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライブは僕かで割って流しとけ、最高にクールな時間の始まり、 Listen on the country, ホログライステージも淡いよ。